はい、こちら郡山カップの会場です。元フットサル日本代表の2人に、フットサルはもちろんサッカーにもこれは大変重要であるというようなワンポイントクリニックを今日は行ってもらいます。まずは坂根清さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの清さんはどんなことを子どもたちに今日は教えてくれるんですか？そうですね、あの僕はですねフットサルで、まあ、よく使われるんですけれども、まあ、サッカーでもこれ有効だなっていうところがあのトーキックですね、はい、そのトーキックのこう蹴るタイミングと、まあ、あのこうどういう形で、蹴るといいかなっていうところを伝えられたらなっていうふうに思います、はい、そしてお隣体の大きな渡辺智明さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの渡辺智明さんは郡山出身で、はい、この総合体育館から歩いて行けるところに住んでるんですか？そうなんですよね。実家がもうここから5分以内のところにあります。近いまさに庭ですね、はい、であの福島県出身で、あのサッカーの全日本にも小学生時代出場したという、はい、そうなんですよね、福島県代表で全日本少年サッカー大会にも出させていただきました。でサッカーからフットサルに転向してフットサルの日本代表にも上り詰めたと、はい、F リーグでも得点王になりました、はい、そんな渡辺さんは今日はどんなことを教えてくれるんですか？僕は今日は僕が現役の時得意だったボレーシュート、おーそれ結構難しい技術ですし、まあ、できるとゴールを、ね、たくさん取れる選手が生まれてくると思うので、ぜひ参考にしていただきたいので、ボレーシュートのコツを教えたいと思います。わかりました。じゃあ早速参りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは坂根さん、早速なんですけれども、はい、トーキックのポイントを教えてください。わ、はい、かりました。トーキックはですね、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけれども、ボールをこう蹴る足がつま先で蹴ることをトーキックって言います。でこれただ単純につま先でこう蹴るだけではなくて、どちらかというとこれはタイミングを外すためのシュートでもあります、うん、なのでちょっとそれを実践したいと思います。ではお願いします、はい、でトーキックは他のキックと違うのはこう歩いてる状況で蹴れる、歩いてる走ってる状態で蹴れるので、ゴールキーパーが反応しづらい、そういった特性があります。はい、あの今坂根さんが、はい、トーキックで蹴るときに歩きながら走りながら、はい、その歩幅で蹴ることができるので、対峙するゴールキーパーのタイミングを外すことができるっていうメリットを教えてくれましたけれども、はい、じゃあこれ他のキックと比べると具体的にどうなのかを実際にやってもらっていいですか？わかりました。お願いします、はい、先ほどと違うのはトーキックだとそのままあの歩いた動作で蹴るんですけど、今度インサイドキックとかインステップだとどうしても振りかぶるのでゴールキーパーにバレてしまう、分かってしまいます。なので蹴るとキーパーも準備しやすいです。坂根さん、確かに大きく振りかぶると、はい、シュートの打つ場面なんかは守ってるゴールキーパーは、あ、今このタイミングでシュート来るよねって分かりやすいですよね、うん、そうなんですよね、うん、で特にフットサルだとコートが狭いので、まあ、周りにディフェンスも味方もいたりするので、やはりあの本当に少ない動作でシュートが打てるっていう大きなメリットもありますし、プラスゴールキーパーが分かりづらいですから、まあ、得点王になりたい人はこのシュートを覚えておいた方がいいですね。はい、じゃあ実際にゴールキーパーの人にも入ってもらって、はい、そのトーキックをやってもらいましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、確かに歩いているその歩幅のまま蹴れる。さらに、はい、今見てもらうと皆さん分かるようにかなり強いシュートを、はい、そんなに振りかぶらなくても打てるっていういいところがありますね。そうなんですよね。大きなあのインステップキックとインサイドキックの大きな違いは、今言われたようにこうスピードもそうなんですけれども、普通だとこう立ち足を横に置くんですね。こうだけどあのトーキックは前に置いて蹴るので、あのキーパーが思っているより早くボールが自分のところに到達するので、それもまたゴールキーパーとしては取りづらいボールになる。それがとても有効になりますね。これどうですかね、今 YouTube 見てる子どもたちはあの意識的にね、あの取り入れるとそれも自然にできたりっていう風になってくるん
ゃないですかね。そうですね、やはりあの知ってるのと知らないのは大きな違いだと思うので、で今度トーキックを蹴るふりしてインサイドを蹴ってもいいと思いますし、いろんなバリエーションがね増えますよね。まず皆さんトーキック意識してチャレンジしてみましょう。それでいいですか。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、フラペチーノ渡辺さんです。なんでフラペチーノって言うんですか。これはですね、Fリーグの中継がアベマ TV でやってました。そこのコメント欄によって付けられたあだ名です。ですね、はい。フラペチーノ好きなんですか。好きですね、はい、そのね、はい、フラペチーノと同じぐらい大好きで、また得意なのがボレーシュート。渡辺智明といえばスーパーボレー、コーナーキックからのボレーシュートでゴールを決めるというのが代名詞でしたけれども、はい、あのボレーシュートって皆さん分かります。あの浮いているボールをこう蹴ってシュートしてゴールに入れるというね、それがあの渡辺さん本当に得意で、あのやっぱ自信ありました。そうですね、あのいいボールが来れば必ず決めれるっていう自信はありました、ね、で F リーグ日本最高峰のフットサルリーグで年間45得点でしたっけ。そうですね、得点になったシーズン45得点。その時にボレーシュートで決めた数ってどれぐらいだったか覚えてます。おそらく5点ぐらいは決めたと思いますね。でボレーシュートってあの特にじゃあ子供たち決めたらかっこいいですよね。そうですね、難しい技術なんですけど、まあ、決めることができるとかなり綺麗なボールになるので、こういう武器があると一つまた成長できるかなとは思いますね。でじゃあやってもらう前にあのポイントとなることっていうのはありますか。はい、あのちょっと3つほど挙げさせていただきたくて、はい、まずはその先ほどジャンボさんからもありましたように、浮いているボールを蹴らなければいけないので、この浮いているボールがこのどこに落下するかっていうのが重要になってくるんですよね。なのでこの落下地点を早く読んで落下地点に先に入っておくっていうことが大事になります。落下地点を読めないとこう追いかけながらボレーシュートを打ちに行ってしまうと、だいたいタイミングとかこう当てるところがずれてしまうので、まずは先にこう浮いている段階で落下地点を読んでそこにこう素早く入っておく。で入った後に重要なこと、これ2つ目なんですけど、がこうよくやりがちなのが落ちてくるのを焦ってしまって、このまだ自分がボレーシュートを打つには高い位置でこう足を振ってしまったり、こう無理やり触りに行ってしまう。そうするとこううまく枠に飛んでいくことができないので、落下地点に入ったら次はこのボールが落ちてくるのをこうギリギリまで焦らずに待つということですね。で待ってこう落下してきた時に一番、僕がボレーシュートが打ちやすいと思っているのはこの自分の腰の高さで、この腰の高さまで落ちてきた時に最後足を当てるんですけど、この当てるのがポイントで、下を蹴りすぎてしまうと上に行ってしまう。でこう上を蹴りすぎると下に落ちてしまうので、この真ん中中心ら辺をうまくインステップでこうミートすることができるといいシュートが飛んでいくので、この3つのポイントを意識して練習するといいのかなと思います。まずはボールが落ちてくるところはどこなのかっていうのを予測する。そうです、はい。で高いところにあるところで焦って打たない。そうですね、ディフェンスとかもいるとどうしても早く振っちゃうんですよね。それをこう落ちてくるのを待つ。自分が得意としている高さまで待てるかどうか、はい、そうですね。で最後はボールの中心を蹴る。そうですね、でこれが一番難しいですね。これが難しいですね。こう動いてるボールなので、それはもう感覚として自分で掴んでいくしかないと思うんですけど、まあ、中心をこうできるだけ蹴れるようにするっていうことが大事ですね。さあ早速やってもらいますけどね、多分あのもう一発目で見事なスーパーボレー炸裂だと思いますよ。はい、では澤根さんにコーナーキックのキッカー任せましょうか。そうですね、これキッカーも重要ですね。キッカーも重要です、ね、はい、ではゴールキーパーにも入っていただいて、澤根さんも準備していただいて、じゃあ渡辺さんよろしくお願いします。お願いします。はい、渡辺智明さんに実際にボレーシュートを打ってもらいましたけれども、あのおさらいといいますか、はい、重要なポイントをもう一度いいですか。はい、まあ、3つありまして、はい、まず1つ目は、ボールの落下地点を早く読んで落下地点になるべく早く入る。で2つ目がこう落ちてきたボールを焦ってこの高い位置で蹴ってしまうのではなくて
しっかりと自分の腰のあたりまで落ちてきたところまで我慢する。で3つ目がその落ちてきたボールを我慢して最後ミートのところで、まあ、上でも下でも、まあ、ここが一番難しいんですけど、真ん中をミートできるようにやるっていうことが3つ大事になってくるので、でこの3つ目のこの真ん中を蹴るっていうことに関しては本当にこう難しいところなので、まあ、僕も小学校の頃なんかやってたのは本当に自分でこう浮かせてそれをこう打つっていう反復練習が一番こう技術向上に役立つかなと。そうやってやっていけるとどんどん上手くなっていくかなと思います。やっぱりあの高い意識、強い思いと努力ですね、はい、そうですね、努力は必要ですね。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は元フットサル日本代表の嵯峨根清さん、そして渡辺智明さんに今日からもう使えるフットサルの技術、ワンポイントクリニックやってもらいました。あの最後に子どもたち、じゃあ嵯峨根さんと渡辺さん、メッセージをお願いできますか。そうですね、まあ、あの私の方から言わせてもらいますと、まずはやっぱり考えて、それにチャレンジすること、でそこでやっぱりチャレンジするとミスが起こるの でそのミスをまた反復練習すれば、まあ、先ほど あの渡辺さん あのボレーシュートもそうですし、あの私がやりましたキック、あのトーキックもそうなんですけど、やっぱりそれが成功する時が来ると思うので、それまでね、あの頑張って反復練習することがすごく大事なので、ぜひあのやってみてください。はい、渡辺さんお願いします。はい、今嵯峨根さんも言ってましたけど、まあ、急にね、あのいろんな技術ができるようになることはないので、まあ、日々の練習っていうのが大事になってくると思います。でそこの練習で、まあ、高い意識を持って、まあ、反復練習をしてってやっていくのが一番うまくなる近道だと思うので、ぜひ頑張ってトレーニングしてほしいと思いますし、まあ、僕も福島県出身で、フットサル選手になったので、まあ、後を続く子どもたちがたくさん出ることを祈ってます。ありがとうございました。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。